このブランドがいいよとか、この道具が保温性がすごいんだとか、港町の漁師さんが着るワークウェアとして、これが元々獲物だったりとか新聞とか地図とか、こだわりやばい、うん、高級感ありますね。そうですね、めちゃくちゃ聞けば聞くほど面白いですね、うん、本当奥深いブランドかな。奥深い、マジで奥深いです。おはようございます、笠松翔です。現在ですね、茨城県の古河市にあるザ・キャンプフリックストアさんに来てます。お店見てください、これ LA を感じるこの自然な感じの場所で、まあでも気分いいですね。めっちゃ朝早くて空気もいいし、めちゃくちゃ広そう。入ってみます、行ってきます。大丈夫ですか、12時オープンですけど、やってます、やってますか。入りますよ。じゃあ推しですからね。広いっすね、めちゃくちゃ広い、気持ちいいな。天井も高くて、これがだからバブアさんとフリックストアさんのコラボが一発目あって、素材感がいいですね。なるほど、 DO の動画ばっか見てますよ。ラッパーの DO さんの動画を見て勉強させてもらってますね、はい、なんかでもあれっすね、このお店でなんか見てる感じがちょっとこうキャンプの一歩目ぐらいの自然に触れてる感覚ありますね。え、何これ。ちょっと待って、無水鍋的なのがキャンプで、え、そんなこだわる。これうちのマネージャーが着てますわ、このダウン、なんていうんだ、普段現場で着てます。これ山奥に行く作品の撮影を現在進行形でしておりまして、シーズン2でみんなこんな話してます。本当にみんななんかこのブランドがいいよとか、この道具が保温性がすごいんだとか、僕これ持ってますよ、僕これ今日車に入ってますよ、っていうか車に毎日コーヒー入れてこれ飲んでます。僕これなんだか全く分かってないですけど、なんかね、ファンの方がね送ってくれて、これめっちゃいいんですよ。キャンプ用品だったのかお前は。今日は何を聞いたかちょっと分かんないですけど、僕はそのシャッフルで聞くんで一発目だけ押すんですよ。で、あのスカーズを聞いてましたね今日。花と雨っていう映画でシーダさんっていうラッパーの役をやらせてもらったんで、そう、花と雨も聞くし、そうスカーズが好きですね、聞いてましたね。いやいっぱいいますけど、今だからこそ声を大にしていますけど、バッドホップ好き、やっぱかっこいいよ彼らは、好き、僕はバッドホップ好き、はい、じゃないのも好きだし、ヒップホップは好きですね。だから仲良くしてほしい、はい。いろいろ見ましたが、このタイミングでスタッフさんが入ってくれるみたいです。お願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。ザ・キャンプフリークススターの小石と申します。小石さん、はい、笠松翔と申します。よろしくお願いします。お願いします。小石さん、あのザ・キャンプっていうお店の名前に冠というか、うん、ついてますけども、うんうんうん、どういったこのお店なんですか。まあ、今見ていただいたキャンプ用品がもうめちゃめちゃあって、そのキャンプもあるんですけど、うちあの全国50店舗以上あるフリークスサの本店なんですよ、はい、ここが。そうっす。で、1号店なんです、古河が。あ、そうなんですか。そうです。え、で、ザ・キャンプっていうのは、はキャンプ拠点、本拠地的な。あ、そうです、おっしゃる通りで。おお、いいっすね。フリークスそうです、スターのこう拠点になるっていうお店として、そうです。で、キャンプ用品も扱ってる。そうです。で、案内してもらえる。そうです。あ、嬉しい。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。嬉しいな。おすすめ、なんですか、なんですか。おすすめは、はい、多分結構現場とかで寒いとき多そうなんで、はい、なんか結構あったかいけど、うん、まあ、軽くて柔らかい、はい、好きかなとは思います。確かに、はい、これこれ、あのフェニックスっていう日本のスキーウェアブランドが、へー、あ、スキーウェアね、はい、があって、それいいですね。で、そこのノウハウを生かしたプラスフェニックスっていう、まあ、おしゃれ着ラインがある。なるほど。そことフリークスストアの別注の、うん、これめっちゃいい。めっちゃいくらぐらいですか。こちらで、うん、4万ぐらい、はい、41,800円、うん、あ、でもいいかも。いや、なんか現場の若い男の子たちが10万とかするじゃないですか、うん、高い、うんうんうん、買えないっつって、はいはい、激薄のなんかテロテロのやつになんかヒートテック4枚ぐらい着てから挑んでるんですよ。雪山にやめなっつって。いろいろあるんだな。ちょっとあと全然毛色が変わるんですけど、はいはい、どんどん教えてほしい。本当に教えてほしい。キャンプ用品のコーナーで、はい、教えて教えて。これは何ですか、このこれ WPL っていう、 WPL、はあ、あのラジコン、ラジコ ン自分で操作して。そうです。これがめちゃめちゃおすすめっすね。ランクル、本当に、本当に、はい、ジムリーもあります。サイズ感一緒に描いて。そうです、ランクルとジムリーを。
いやなんかジムニーの方はなんかすごい精巧に作ったらもうこのサイズにしかならなかったんですって、うんへやけんでかいらしいです。一番最初に、はい、触れていただいてたの、はいはい、バブア。バブア。はい。バブアさん。はい。まあ、うちのお店だけじゃなくて、今フリークスストアの、うん、もう全店舗でも、まあ、バブアって取り扱いがあるんですけど、はいはいはい、ちょっとうちでも結構いろいろ種類多くご用意しているので、ほうほうほう、もしよかったらご案内させてください。ぜひ。それが、はい、もしかして、はい、得意なやつ。そうです。言ってよ、さっき失礼しました。本当に。行こう。行きます。今まで遊びだった、ね。行こう。外外外外外です。出るんや。外から一回行きましょう。はい、お待たせしました。じゃあこちらがバブアのポップアップストアになります。おお、いいね。でかい看板あんのいいね。これ本業なんだよね。はい、本業なんだよね。大丈夫だよね。任せてください。 DO におけるラップ。はい、そうです。で、小石さんにおけるバブア。ああ、いいね。ありがとうございます。展示会っぽくてなんか特別感ありますね。そうですね、うん、バブアしか今置いてないスペースに、はい、なるので、あ、普段はそうじゃないけど今はってことね。そうですね、この今期間限定でやってる形になる。なるほど。ソマスさんはバブアはご存知ですか？このブランドと来たことありますか？いや、来たことないんですよ。1800年代の後半からなんです。あ、そんな前から。まあ、でも100年以上続くブランドなんですけど、港町の漁師さんが着るワークウェアとして雨風をしのげるようにっていうので、おー、だから水に強いってことですね。めちゃくちゃね。なんでこのコットンの生地にワックスを塗って、防水防風性を高めたワークウェアをもともと作ったんですよ。ほー、いいねいいねいいね、うん、お、ちょっとガーゼン興味湧いてきました。手入れがとか。そう、ちょっとね、それは聞いてる。いろいろなんか着るのにやっぱ気合がいりそうとか、うんうんうん、なんか臭くなりそうとか。あー、なるほどね。ワックスの匂いとかっていうので結構気にされる方は、今はどっちかノンワックスっていう、もともとそういうのもあるんですね。そうです、ワックス入ってないシリーズ、なんかトラディショナルの雰囲気をなんか残しつつ、残しつつ、ね、現代版にアップデートしてます。教えてくれ、どれがいいの、ちょっと。はい、じゃあちょっと僕的におすすめな、はい、バブアの定番のアイテムを。おー、いいねいいね、はい、結局定番めっちゃいいんやな。お持ちしますね。はい、お願いします。ください。はいはいはい、こちらですね。デザイン的には着やすそう。着やすい。触っていいですか？はい、どうぞ。これがオイルになってるんですか？これ、そうです、オイルド。思った感じな、なんかその、うん、じゃないです。普通に言われなきゃ分かんない。モデルはこれ、はい、あのこうやって後ろにサイドのベンツ、ここに2つつく、はいはい、これも乗馬用のモデルです。あ、いいね、かっこいいかっこいい、はい、1980年に出てからもうずっとこれがもう世界中でベストセラーです。ビレールっていう。かっこいいね。オーバーサイズドビレールっていうちょっとこうゆったりした作りになったビレールのものでして、結構身長のある方とか、はいはい、肩幅が広い男性とかでもすごく着やすいんですよ。ちょっと着よう。これ定番アイテムね。これめっちゃ定番です、あ、中はちょっとこうおしゃれになってるけど、外見はシンプルっていうのがいいですね。ちょっと鎖骨折れてるから、ね、ちょっと鎖骨折れてるの、1週間前に鎖骨折れてるの、すまん。ありがとうございます。どうですか？あ、でもめちゃめちゃいい。それだけがもうまずいいですね。あ、マジ？あ、そうです、そうです。こういう感じ。はい。ああ、いいね。どう？あの、似合ってます。似合ってる。色合わせも今の感じめちゃめちゃ可愛いです。これでいいんだ。可愛い。ああ、どうですか？皆さんどうですか？大丈夫？ああ、いいね。こういうのもいいね。あ、いいですよね。いやいや、細かいところがさ、うん、いいじゃない。これなんか手袋しとっても上げやすい。上げやすいんだ。そうです、そうです。ああ、意味があるのもいいね、うん。ちょっと今着てらっしゃるのより着丈がやや長めな。はいはい。おお、いいじゃん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 。人気がごめん、いいね、人気どっちだ？人気は一応こっち。こっちなんだ。でもちょっとこっちの方が好きかも僕。あ、本当ですか、うんうんうん、なんかこっちの方がね、大人の余裕を感じる感じです。そうですね、この丈感選べるのも大人やなって感じします、ね、なるほど。いや、でもいいいいいい。これボーダーっていうモデルで、野山とかをなんか散策したりするときにも使えるようにっていうので、これ他のモデルと違うのが、うん、他のも大体こうラグランスリーブなんですよ、袖の付き方が。ああ、なるほどね。これセットインスリーブで、はい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 、ジャケットっぽいんだ。そうです。でこっちだとどう見えるんですか？もうちょっとラフな感じに着れる。ラフな感じって、まあ、こっちってなんか脱ぎ着とか動きやすさ重視なんですよ。この距離をこうすごく取って身幅とか腕回りがゆったりしてます。なるほど。のがいいとこ。次に着ていただくのが、うん、あのハンティング用のモデル。これがハンティングなんですね。動きやすいみたいなこと？これは、うん、バックに大きなポケットがつくんですよ、うん、何を入れるんですか？これが元々獲物だったりとか、新聞とか地図とか、かっこよすぎない？そういうのここに入れてたっていう。でこれビレール、最初に着ていただいたビレールに次ぐ、はいはいはい、あの2番目のこれ人気なんだ。あ、ちょっと違いますね。そう、40ってここに書いてあるんです。これ40周年の記念モデルなんですよ。この形が。そう、そこにビューフォートってモデルなんですけど、ビューフォートができて今年で40、それを記念して作ったモデル。周年や。
丈は一番最初のビデールと次来たボーダーの間、うん、間だ間ぐらい。色もまたネイビーで、これ色違うんだ。色違います。こっち最初と次がセージってこう定番のグリーン系のカラーで、はい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 、これだけネイビー今お見せいただいてます。これが2番目人気、うん、形としては2番目人気です。うん、これ全部にこう書いてるんですか、これ。全部じゃないか。そうですね、このここにビューフォートってこうついてるやつ。あ、そうだ。これはこのモデルだけ。大体他はバブアーで書いてるやつがついてて、ね、まあ、好きな位置につけていただけるようになってますね、はいはいはい、で、ここに入れる、あ、取り入れし、出し入れしやすいんだ。そうそうそう、台本とか入れたりとか。確かに、監督いいかもね、これね。長く使える？大丈夫？長く使えますね。本当に、はい、穴開かない？穴開かない。穴開いてもそれもいい。今そういうサービスとかやってるんですよ、バブアーで。なるほど、うん、結構なんかそういうサステナブルでとか、なんかそういうところに結構早くからもう着目して手をつけてるブランドさんなので。なね、へ、この3つね。だから今このバブワックスのだとなんか今この3つで、ま、これ違う。で、ま、今からノンワックスのモデルもご紹介したくて、はいはいはい、そっちになるとめっちゃ軽いです。バリ柔らかいです。軽いけどね、これ もっと軽いです。もっと軽い、もっと軽いです。なるほどね、はい、ちょっとじゃあお願いします。はい、お待ちします。あんまなくない？あんまないっすよ、ね、あんまないでしょ。そうなんですよ、メンズで着れる白。なるほど。そう、でもおしゃれっすね、うん、でこちらはあのフリークスストアの別注品になりますね。コラボ、コラボ。おお。でナイロンで作ってもらったやつ。これ軽いやつ。これめっちゃ軽いです。素材がナイロン 100% なんですよ。あ、なんかもうまた違う色が。軽い。あのこういうとこはね、こだわりは残しつつ、こういうディールは残しつつで、ビレール。それの素材違い。そうです、そうです。これ買う人分かって買ってます？分かって買ってます。本当に？はい、説明してるんでちゃんと。それ分かって買いたいですね。かっこいいもんだって、うんうん、理由を知った方が。これはだから手入れは簡単。これはそうですね、もうほんとご自宅でのお洗濯とかもしていただけるモデルに。これ、うん、ここを広げてるんですよ。はいはあ、なるほど。ここの、ここを普段やったらもうちょっと上がってて、腕周りもすっきりしてるんですけど、はあはあ、そこを下げてるんで、今着てらっしゃるニットとかも難なくインナーに折り込める。なるほど、中が分厚くてもいけるってことか。そう、なんでもう今の時期から着てほしいんですよ。なるほど、うん、だから中にしっかりあったかく着込んだ上でさらっと上に着るっていう感じか。そうです、そうです。ウィンドブレーカー的な要素でね。そうですね、そう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 。なんで結構トラディショナルなこうバブアをちょっとこうスポーティーにラフにも着ていただけるっていうところはやっぱいいですね。なんかより普段着に近づく感じ。はい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 。ショートの丈のやつもあって。ショート？大丈夫ですか？悠々白書みたいになんない？大丈夫です。大丈夫。そんな短くない。そんな短くない。そんな短くない。大丈夫です。大丈夫かな。素材感とかは全く一緒。全く一緒。形だけ違う。そんなにいろいろ出してくれてるのすごいっすね。そうでしょう。こだわりやばい、うん、あ、これサイズ同じっすか？サイズ同じで、こっちの方がなんか表記は同じなんですけど、マットしてるイメージある。よりこう身幅がさっきよりもなんかちょっと見た目的にはなんかコーチジャケット着てるみたいな、うん、そういう感覚っすね。なるほど、うん、ポケットが、ね、使いやすいんですよ。あ、こっちもいけて。そう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 、こっちもいける。なるほどね。これもかっこいいっすよね。これかっこいいね、うん、なんかこれナイロンのショートだけのブルゾンってやっぱどうしてもカジュアルでなんかちょっとストリートにやっぱ寄っちゃう、はい。あ、まあ確かに。そう、ところをやっぱこうバブアのこういうコーディロイのここがね、そう、やっぱエリダーとか、そうそう、こういうさっき見ていたこういう金具のパーツとかで、はい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 、細かいねディティールがね、そうそうそう、バブアらしさをちゃんと。今だとお袖の丈結構いいんですけど、いい感じ。丈余っちゃう方はこれ折り返してもかっこよくて。なるほど、計算されてるね。女の子とかでも選びやすいです、でっかいサイズ。あ、なるほどね、うん、大きく着てもそうそうそう楽しめるんだ、うん。フリークスストア、これにどういう、これ素材感だから。素材感と、あとやっぱそのサイズも若干いじってるのかなって。なるほどね、街で着やすくなって、お手入れもまあよりしやすくなって、うん、軽くなって、サイズ感いじって、うん、色味、爽やかになる、うん。おっしゃる通りです。あ、なるほど。で、ここでしか買えない。フリークスストアだったら、基本的にはもう全店で取り扱いが。もう売ってるんですか、この動画の時に。もうはい。今も売ってるんですか。今も売ってます。お見せいただいてるこの白の色以外にも、はい、他にもカラー展開があるので。はいはいはい、ぜひぜひ。こっち。はい。バブアの中で定番色とされてる、このセージのお色味で、はい、はい、一回着ていただこうかなと思います。これがバブアといえばなんだよね。そうですね。色ね。そうですね。で、中もね、これ違うんでしょ？これ、色によってね。これ。そうなんですよ。さっき気づいちゃったんだよ。これ。3色とも。こだわりすごくない？わかります？これ。これ、こだわりすごくない？
イギリスといえばやっぱりこうチェック柄、バーバリーとか。あ、そうなんだ。イギリスといえばチェック柄なんだ。チェック柄がやっぱそのなんか日本でいう家紋みたいな感じで、はいはいはい、お家柄とか会社柄とかそういうのを表せる。なるほど。まあ、特許というかそのバブアにしか使えない柄なの。柄なんですよ。言ってよ。そういうの大好きなんだから。男はそういうの大好きなんだから。そうですね、はい、うん、あ、いいですね。どうですか色。いや、色めちゃめちゃいいです。 白とね、今グリーン、政治っていうんですか。政治、政治で、まあ、一目で見てやっぱもうバブは着てんなって分かる。ああ、そう、うん、入門編としてもいいし。そうですね。そう、定番色で選べるこそやっぱその素材感が結構際立つので。なるほど。それナイロンやんとか、うんうんうん、だからやっぱちょっと違うの着てるなっていう感じ。ああ、だからコラボっていうのを醸し出したいなら、うんうん、政治逆にやった方がいい。逆に。ああ、なるほどね。ああ、でもやっぱ黒俺で落ち着くよ。俺は、僕はね、正直やっぱり大丈夫。似合ってる。似合ってます。伝統着こなせてる。着こなせてるですね。うん、なんかこれだと本当こう取り入れやすいかなと思いますね。なんかバブアっていうのを知って、うん、うわいいな着てみようで、やっぱワックスよりかはこういうナイロンとかの方が、はいはい、なんかスタイル崩しすぎずに取り入れられて、はいはい、いいのかなと思います。で、大人になるにつれて余裕を持ってこう手入れとかしながら、うん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 、その手入れしてるのがまあ結局色気だからね。そうですね。それがね。そうですね。そうなれる入門編としていいんだ。そうです。確かに。とてもおすすめだし、なんかもう今までずっとワックス着てきた方、うんうん、でやっぱそういうの手入れとかもいいけど良さ分かってた上 で、 上でもいけるナイロン着るとやっぱもうこの軽さとか手入れいらないところでもう感動されるんですよ。今こんなになってんのみたいな。なるほどね。そうそうそう。小石くん着てんのこれ、これ何の、何なのこれ。自分が着てるのはトランスポートっていうモデル。これ着とけよ今日は。今日はこれ着ろよ。だったら一丁ら。カッコつけてるな。カッコつけてる。これもでもなんか違うんだ。これなんかちょっと違う。すごいねバンズ。じゃあちょっとこれ以外にも春の新作が、ま、はい、え、マジ、はい、ご用意してるみたいなので、うんうんうん、ぜひ着ていただければなと。はいはい、はい、これ全部ですか。これそう、このここに用意してるこう4つ全部、うん、これも着てみていただいていいのかな。はい、もちろん。1つ目がこのスペイっていう。これがスペイ。スペイ、あ、フィッシング用のモデル。釣り、釣り、はい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 。こういう胸元と脇に、うん、D 管っていうこの金具がついてるのが特徴ですね、はい、なるほどね、はい、でバブアで今用意してるモデルの中で一番短いんですよ。へ、一番短丈ですっきりした形。なるほどね、うん、で他今自分が着てるトランスポートのノンワックスのシリーズ。これのそうです。ノンワックスのシリーズ。シリーズ、へえ、のサラッとしたこう生地感。確かに確かにサラッとしてますね、うん、まあ、高級感ありますね。そうですね。なんかちょっとワックスとも見えるような、うん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 、これが定番の、はい、定番のビレールのまた新しいやつ。そうですそうです。進化が止まらないのね。あ、短いね。確かに。あ、短丈新鮮ですね、うん、結構短く取ってて、はいはい、やっぱ腕の長さ的には、まあ、もうワンサイズ上げてもいいんですけど、うんうん、あ、そう、はい、なるほどね。でもいいサイズが多分春先もっと薄いインナーでとかだったらもっと良さそうですね、うんうん、T シャツ1枚にこれさらってきて、うんうんうん、この丈感なんでこうなんかタックインとかしてもかっこいいですよ、ね、なるほど。 G ジャンとかと同じような感じでどっちでもいけるって感じですね。いいじゃない。これが新しく出たんだ。出るんだ、うん、出る。まあ、スペイは本当定番モデルで探された方もすごく多いんですよ。なるほど。もちろんノンワックスもあるし、うん、でワックスのスペイも人気だし、いろんなめちゃくちゃあるね。細かくね、パッと見たら同じ、ね、うん、僕みたいな素人だと見えちゃうけど、話を聞けば聞くほど面白いですね、うん、本当奥深いブランドかな。奥深い、マジで奥深い。はい、定番から新作までいろいろとご説明していただきました。小石さん、最近浦和に引っ越して、はい、はい、ありがとうございました。本当に。いや、こちらこそありがとうございました。楽しかった、めちゃくちゃ楽しかったです。すいません、ちょっと拙い説明が続いてしまいまして。いやいやいや、めちゃくちゃ楽しかったです。いいキャラクターがね、はい、いいお店にはいいキャラクターがいるということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ザ・キャンプフリックストアさんにお邪魔させてもらいました。都内からもね、1時間ぐらいで僕は車でね、来れたんで来やすいですし、癒されましたね。すごくいいものをいい人に紹介してもらって、いいチームで撮影ができてすごい良かった、勉強になりましたしね。ぜひちょっとお近くのフリックストアさんでバブはお求めください。笠松翔でした。ありがとうございます。